リキッドクリスタルプレゼンツ、トゥルトゥルすごいピュアリンス。なんで使ってんだよ。一体この人たち何してんだろうって感じ。はい、アーティストのためのアーティストを愛する方々のためのリキッドクリスタルプレゼンツ、リキッドクリスタルの押田純子です。トゥルトゥはい、トゥルトゥ、はい、リキッドクリスタルの台です。はい、はい、それでは今晩のゲストはこちらの方です。本日のゲストはカズティさんです。はい、イラストレーターのカズティです。よろしくお願いします。あのね、カズティさんね、実は初京さんの時にね、はい、お客さんとしていらしてくださったんですよね。そうなんです、うん、で、絵を描いてらっしゃる方っていうお話を伺って、はい、お、これはいいのではないかと思って声をかけさせていただいて、はい、番組に出ていただいて、はい、メールありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。いえいえいえ、はい、あのイラストの方を拝見させていただいたんですけれどもなんか全然種類の違うようなイラストを描いてらっしゃいますよね、はい、私あの中で一番好きだったのは、はい、あの森の中で子供2人がなんかこう見上げてる、はい、あれがすごい、うん、あーあの 星がいっぱい散りばめてあるやつですね。はい、あれがすごいいいなと思ったのと、でも中にはものすごくセクシーな女の子がね、はい、思わずフォルダー開けてあって閉じちゃうあやばいと思って閉じて、あ、うん、とりあえずギリギリのラインのところを選んだんですけれども、はい、なんかもうね、胸の大きい女の子でスタイルのいい女の子の、うんうん、かなりちょっとこうね、露出が出て、露出が出てるとかしか露出があるようなイラストを描いてたりとか、あとはもうちょっとこうなんか崩したような感じのイラストも描いてるし、あとチェリーちゃん、さくらんぼちゃん、そうですね、はい、あれとかはすごいなんかの、なんだろうね、こうさくらんぼのなんだろう、チラシとかに載ってそうなぐらいすごい可愛い、はい、イラストを描いてる。本当にこれ同じ人が描いてるのって思うぐらい多彩ですよね。ねえ、うん、なんかダイさんそのトゥルッとやったのがおかしいこれ一応 L なんですか前回のミヤフの時にこの髪型すごい冷たい視線をすごい気になるんだよね、こっちから見てると。なんかその上がこう揺れてんのがなんでそう震わせないなんか飛んできそう何が飛んでくるのやめてよやめてよなんかフリートークに来たんだけど全然来ないんですよ。ではダイさんの方から、はい、いつものようにね、たどたどしく、はい、たどたどしくになります。はい、カーズー、ごめんなさいそれ震えてるんじゃんごめんなさい、ほんとごめんなさい、うん、ハンドルネームカズ T、 はい、生年月日1987年1月、うん、28日。なんで止まったの、なんでそこで切ったの、はい、トゥルトゥって言えばよかったの、はい、職場、職業フリーイラストレーター、トゥルトゥ、はい、トゥルトゥ職場って書いてある、うん、あ、混んでるし子供の頃から絵を描くのが好きで、うん、当初漫画家を目指すが、うん、ある時 PC と出会い、それが転機となり、うん、デジタルでイラストを描く、うん、専門学校卒業後、うん、フリーのイラストレーターとして活動開始、うん、約5年ほど前に上京、うん、主にアダルト PC、 コンシューマー、同人ゲームのほか、ウェブ関係、雑誌、広告関係、うん、CD ジャケットなど多数のイラスト、デザイン制作を担当、うん、以上現在に至る。へえ。ちょっと続きがあるんですよ。続きある。そうなんです。オリジナルグッズもネット販売させていただいていますので、はい、当日ご用意させていただきますということですか、うん、はい、ご用意しております。はい、はい、じゃあ、 ありがとうございます。すごいなんか大ちゃんにはあげないありがとうございますすごいなんかあれだよね、だってね、なんかバタバタバタっと読んだよね。何そんなに急いでるの。いや、
たどたどしくないところを見せる。ああなるほどね、うん、あのすんなり読めてるっていうところ、ね、俺はあの L 的にこうことごとくこう解決していくぞって。そう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 、何してんのこれ、L なのこれ、すみません、そんな謝って、いや冷たい視線が送られてきてますからね、うん、いつものように本当になんかたどたどしくありがとうございますあ、やっぱ変わんなかった、うん、あんまり変わらなかったな、すみません、まず質問をじゃあもうちょっと細かく、はい、カズ T さんのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、カズ T さんは3人兄弟で、はい、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいらっしゃる。そうですね、一番上が姉で、うん、2番目が兄ですね。あ、そうなんだ。で、僕が自由を愛する末っ子です、うん、3番目だったんだ。そうです、はい、で、先ほどちょっとお伺いさせていただいた話では、はい、3人兄弟でみんな漫画家になりたかった、はい、そうです、当初はそうでしたね、うん、で、姉とかもあのベタなキャンディーキャンディーとかなんか変な、変な、バチバチキラキラの今の、うんうん、今のもうギャル、渋谷にいそうな感じのギャルばっか描いてたんですけど、うんうん、兄があの風魔の小次郎とか、なんだろう、風魔の小次郎、あのセイントセイヤの前ぐらいに描いてた、うん、なんか同じ車田正美さんの漫画ですね、風魔の小次郎、はい、なんか変身したりするんですか。変身というか、あのなんか技使ったりします、やっぱり。あ、風魔小太郎なんですか。ごめんなさい。何、風魔小太郎、あ、そんな風魔小太郎って、へすごい二人でこう動きとまたるよね。全然関係ないものでした。あ、そうなんだ。で、はい、みんな漫画家になりたかったんだけれども、はい、漫画家の夢をか叶えたのはカズさんだけ。そうですね、同じ系統という形では、うん、はい、姉もやっぱりアパレル関係で働いてるので、たまにこう入ってるらしいですけどね。原宿でパタンナーやってらっしゃる。はい、ゴールブランドの、はい、そうです、婦人服のなんかパターンを引いてるって言ってましたね。こうね、サイズしてこうやってね、はい、はい、何引いてんだかわかんないけどね。そんなことね。だってあれすごい難しいと思うよ。はい、うん、で、お兄ちゃんは、兄はあの、うん、あの長崎、九州に残ってな、勤務地が長崎なので、うん、あの九州の長崎であのパチンコ屋の店員やってます、主人。全然違う。はい、はい、毎度今日もありがとうございますと。全然違うんだ、はい、じゃあもうイラストレーターとしてきちんと活動してるのはカズさん。そうです、はい。で、あのずっとこう紙に絵描いてたと思うんですけれども、はい、パソコンと出会ってから、はい、だんだんデジタルでイラストを描いた。そうですね、はい、最初ってあの、はい、なんかなんて言うんだろう、フリーでついてるじゃないですか、線画が描けるみたいな。ペイントですか。ペイント、あれで描いてたんですか。はい、いえ、いきなりすごいの入れちゃって。その当時からもうとりあえずあのフォトショップもイラストレーターもあったので、おお、で、おお、で、まあその後ぐらいにあのペインターだとか出てきたので、とりあえずまあそういう専門学校とかに通っているとそういうものがいろいろ手に入りやすくなるじゃないですか、うん、で、そこでまあまあ、ちょうどこうパソコンも買わないとって思って、まあ、一緒にやり始めたという形ですね。ペンタブって昔からあったんですか。ありました。ああ、はい、そうですか。今の方がそれはやっぱり全然いいですけどね。で、あの専門学校を卒業後、はい、いろんなところに、ね、就職するのに受けたんですよね、はい、10社20社、はい、ことごとく全て落ちました。はい、終了みたいな。ねえ、はい、でもすごいね、今でも就職なんて言われてるけれども、その当時もすごい大変だったんですね。そうですね、割と業界的にあのコンシューマーはあの敷居が高いんですよね、やっぱり。で、あの PC ソフト関係はあの、まあ、敷居自体はあの全然車の拒まずみたいな形は形なんですけれども、あのやっぱ会社自体が小さいので、そこら辺の関係があるってあの今一緒にやってる人たちはやっぱ言ってますね、はい、なるほど。でもう自分でこれはやってしまおうと、はい、もう自分でイラストをね描いて売り込んでしまおうと思って、
もう地元で一生懸命売り込みをしてたんですよね。そうですね、はい、やっぱことごとく落とされて、じゃあもういいよとじゃあ俺がやるよと、はい、でまあやり始めましたね。自分でとりあえずあのメールから始めたりで、まあ連絡が来たり、あのちょっと目あの声かけていただいたところにはちょっと直接連絡させていただいたりだとか、はい、してましたね、はい、すごいね。で、もう自分でじゃあね、カズティっていう名前で、はい、もう看板背負ってやり始めて、はい、で、5年ほど前に上京、はい、もう一人暮らし、姉と同居してます。お姉さんと同居してらっしゃるんですね、はいはい。で、まあ、去年までは福祉関係の仕事と一緒にやってたらしいんですけれども、はい、今はもうイラスト一本で、はい、どうかな、だってもう今イラストだけでね、一生懸命やってるって言ってもピーピー言ってる人いっぱい知ってますよ、プロの人でも。僕もあのプルッと言ってますあ、トゥルッと言ってますか。トゥルッと言ってます。ピー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 、トゥルッと、はい、本当トゥルッと言ってます、はい、本当にね、本当大変ですよ皆さん。だってプロの方って言っても結構あのもう定期的に雑誌にね、1ヶ月に1回漫画を、はい、まあその方はちょっとアダルトの漫画を描いてるんですけれども、うん、でも大変な生活していくだけだと。そうですね、あのゲーム開発ってなるとまずあの忙し一番忙しくなってくると、もう会社に寝泊まりしなくちゃ行けなくなってきたりとかするんで、缶詰になったりとか、 3日帰らないのは当たり前みたいな。で帰ってもあのシャワー浴びに帰るとか着替えを取りに帰るとか。そうです、はい、お前くせえから早く帰れよとかでこうスーってこう行ってたら、なんかいきなりガンって当たるから、誰やって思ったら、あの誰かが寝てるとか すごい世界だな。もうボロボロでみんなやってますね、やっぱり。だからあの精神的にもあの肉体的にもやっぱきつい仕事なんで、やっぱ好きじゃないとやれないですね。確かにそうですよね、はい、もうクライアントあっての仕事ですしね、うん、やっぱりクライアントに気に入ってもらわなきゃいけないから。そうですね、うん、それが一番大変だと思います、はい。で今現在やってらっしゃるのは、はい、アダルト PC、 これね、はい、さっき私一生懸命説明してもらったんですよ、アダルト PC っていう意味が分からなくてね、じゃあダイさんからどうぞ。え、どうぞどうぞ。ゲームのことらしいですゲーム、ゲームなんですけど、なんか分かんなかったんですよ、アダルトゲームっていうカテゴリーになるのかな。そう、コンピューターでやるアダルトのゲームで、で、走りは同級生っていうなんかソフトがあるらしいんですけれども、まあ女の子とそういう風にいい雰囲気になって、あの一緒に、まあいろんなことして、で最後にはハッピーエンドで、嫌なことするとそのソフトの中で、ね、ゲームの中で振られちゃうんですよ。そうです、まあ、振られたり、うん、あの孤独になったりいろいろなパターンが、え、みんなに嫌われるってこともあるの。もあります。もうあんたとは絶対嫌だみたいな、はい。なんか大さんなんでしようとしてるの？そのアダルト PC の中でなんか振られたの？俺の学生時代もそんなあの思い出があったなとかって思ったんですか今？どうでしたっけ？なんで目つぶってなんか遠い目してこういうなんか 細い目して何ですか？それ。青春時代はどうだったんですか？青春時代は。青春時代はまあ悲しいものでしたよ。ああ。なるほど、どんな風な、はい、こうどんな風な学生時代を送ったんですか。なんで突っ込んでくるんですか。あ、面白いね、ダイさんがこういう風に言われるのって初めてかもしれない。いや、興味があるね。面白いなと思って、はい、興味は後ほど。あ、後ほどなの、ちゃんと答えてくれるの。いや、どうですよね。なんでそれ。え、何その合コンの女みたいな。それは秘密みたいな。え、アダルト PC の中で作られてたんじゃないですか、ダイさん。いや、やったことないです。あ、そうなの、うん、あ、ダイさんもやったことないんだ。へ、え
なんかすごいなんかバリバリにしてそうだけどね。バリバリしてますか。なんかソフトの名前とかで、コンシューマーと、はい、あと同人ゲーム、でコンシューマーはもうそのプレステ3とか Xbox とかね、はい、そういったものの中のゲームの、あの絵を描いたりとか、そうですね、あと同人ゲームっていうのは、はい、コミケとかで販売しているまあそういう方々が絵描いてくださいってなんか依頼をしてきてくれて、はい、でそのお仕事をしたりとか、あとウェブのデザイン関係、雑誌、広告関係、CD ジャケットとかね、はい、うん、すごいいろんなお仕事してますよね。初京さんの、そうです、はい、もう今流れております、うん、あれ初京さん の, あの CD のジャケットっていうのは今あるのかな、なんかすごいですよね。そうそうそう、このような、あ、こっちですね、ザさん。これね、私見てすごいなと思って、初京さん自体がこういうアメリカンポップ的な感じ の, あのイラストを描いてくださいって頼んでくれたみたいなんですけど、はい、でもすごいね、 これね、私見て、あ、これすごいと思ったんですよね。で、あと下手に描いてくる言われたんです。下手馬って感じ。そうですね、簡単に言うと、うん、あの もうものすごくもう落書きみたいに描いてる。あ、はい、これね、中も全部描いてるんですかね、これ。はい、そうです。ちょっと出しちゃいます、はい、あ、なるほど、歌詞カードは入ってないんですね、はい、なんか後ろもなんかこういう感じで、これはモノクロに、まあ、わざとしたんだと思うんですけど、これって全部あれなんですかね、あのやっぱりそのコンピューターの中で描いてる。そうです、はい、ペンタブでもう直接、まあ、下絵はあるんですけれども、それ取り込んで、まあ、あとはもうペンタブです。直接描くという形ですね。はい、なるほど、はい、いや、すごいですね。あ、ちゃんとね、ここにね、カズティって入ってます、名前がきちんと。お、やった、うん、入ってます。やった、すごいすごい。これもでもね、なんでね、全然私の知らないところなかったり、恥ずかしい。これお仕事でだってもらったんでしょ。そうです、すごいね、はい、うん、これはありがたいことに。本当だよね、はい、素晴らしいですよ、これ。やっぱあの友人のだし、やっぱやってて楽しかったですね、うん、そうだよね、はい、こういうのってやっぱりすごいなんかうん、あるといいと思いますよ、はい、こういう仕事ってどんどんなんか幅が広がってきますもんね、はい、そうですね、うん、だってこれってカズティさんが書いたんだよって言ったら、じゃあ今度自分も頼んでみようっていう風になってくるし、はい、うん、それはすごいなと思いました。で、あのその他に先ほどダイさんの方からもちょっと発表あったんですけど、オリジナルグッズもネット販売させてもらってますっていうことなんですが、はい、これフラッシュメモリーなんですけど、あのここに書いてあるのって実はカズティさんなんですって、鶴なんです、はい、太った鶴、うん、私これが大好きで、あのブログにね、今ねダダダって並んでるんですよね、あの鼻が垂れてるとかよだれが垂れてるのか、鼻垂れです、鼻垂れなんですね、これですね、これ、はい、iPhone ケースなんですけど、うん、はい、すごい可愛い。これもし自分でこういうイラストっぽくしてほしいっていう風なお願いがあったら、はい、そういうの書いてもらったりとかできるんですか。はい、全然、はい、そうなんだ、こういう風に書いてくださいという、うんうんうん、ことをあの言っていただければ事前に、はい、すごい可愛いね、これね、可愛いでしょ。どう大ちゃん、ね、大ちゃんどう、タバコ加えてますええタバコ、そうなんですよ、タバコ結構座りますもうバッカバカそうなんだバッカバカ、これなんで頭にお花が咲いてるんですか、うん、いつもハッピーなんで、あ、それいい、すごい、うん、幸せなんで。これはなんかこのネット販売っていうのはオリジナルグッズなんですけれども、はい、もちろんこの鶴さんの他にもいろんな種類があって、はい、さっきちょっと見たらお花みたいのもあったような気がする、あ、ハートだ、ハートがありましたよね、はい、ハートの、うん、ちょっと大さん1個戻ろうよ、前後ろ前後ろじゃなくて、そうそうそう、うさぎさんとかね、さくらんぼさんとかで、でこれとか、うん、先ほど気に入っていただいたっていうのがこちらですね、
皆さん、その絵がそっちに置いてあると思うんですけど、撮ってもらってもいいですか。ダイさんが見せてくれたことだった。スルーされ。アイスマンっていうのはありますか。アイスマンはあの友達のキャラクターを、うんうん、あの改めて描いたやつです。一枚一枚ちょっと紹介しましょうか。これがあのハロウィンの時にちょっと可愛い描いた、ね。これは子供の日です、ね。そうです。はい。こういうのって自分の頭の中にこうできたものをそのまま絵にすることってできるんですかね。はい。でこれが。なんかオペコ、はい、オペコ、オペレーターのオペコさん、うんはい、すごい可愛い。うちのブログで働いてもらって、うん、なんかね無給で確かに出てました、はい、でこれがねまたすごい可愛いんですけど、はい、うん、まあ、こういった形であの雑誌 の、うん、あの挿絵みたいな形ででもちょっと仕事 やらせてもらって、これはもう実際の雑誌の、これは違います、はい、これは載ってないやつなんですね、はい、で これはこれはあの結婚式のウェルカムボードですね、はい、すごいよね、このウェルカムボードを描いてくれるっていうのは、はい、結構嬉しいよね、似顔絵で、はい、でこれがさっきのあのバンバン名前が出てきてた初期用です、初級ですね。カキをカズティって言うでもね似てる、うん、ちょっとこういうね、ちょっとこういう感じのね、はい、すごいなんかダイさんね初級に可愛がってもらってね、これはこれはあの俺 の、うん、あのさっきのあの太った鶴が、うん、あの人間になったやつですねああ、はい、なるほど、はい、頭にねやっぱり花が咲いてるんですね、はい、でそのこれがを抜いたらこんなになっちゃう、はいはい、頭、あそっかそっか、もう服も全部脱いだって感じですね。そうです。だから今のこの姿は仮の姿なんです。あ、はい、そうなんだ、ね、こっちが本当なんだ、はいはい、フーとか言ってる。そうですかわいい。で、これがアイスマン。そうです。これはアイスクリームなんですね。そうです、はい、ダイさんアイスクリーム大好きなんですよね。アイスマンのファンでもありました。あ、そうなんだ、はい、うん、マジで。いや、そのアイスマンじゃないですよ。なんだ嘘嘘嘘、まあ、なんだそのアイスマンのファンですよ。持ってなんだよ、持ってで、これね、さっき言ってたチェリーちゃん、はい、さくらんぼ、これは、これもなんかの挿絵だったんですか、やっぱり。いえ、もう、あの、とりあえずあのブログで季節ごとに乗っけちゃおうっていうことで、うん、最初は乗っけてたんですよね、うんうん、したらあの、グッズ出したいなって思った時に、あ、ちょうどいいやって思って、うん、はい、そうだよね、こういうのをいっぱい貯めておいて、はい、で、これがちょっとセクシーなお姉さんです。あのウェブ関係 の、 その仕事をやった時のものですね、これは。よくこういうのが描けるすごいね。まあずっと描いてたら誰でも描けるようになります。そうなんですかね、はい、なんかバランスとかそういうのが全然なんか、あともう一つですね、これと、これがね、私が大好きって言った、はい、あの、お星様、うん、すごい、これも、なんかさっきの絵と全然違いますけれども、こういった感じの絵とか、これですね、あと、さっきの初期の、はい、ジャケットのものですね。すごいね、これ。でも、こういうのを、ね、月に大体何枚ぐらい絵描くんですか？ほとんど描いてませんよ。そうなの？はい。で、あの主にあの仕事以外はあんまり描かないです。あ、そうなんですか。疲れちゃうんでやっぱり。あ、もうこれにバーっとこう、はい、注力して、はい、仕事であのもう落書きをちょっと描いてくださいって言われて、忙しい時1日に30枚ぐらい描くのかな。落書き。1日に30枚。はい、でも下絵製図やるとちょっと間にあのきっちりやると間に合わないんで、そのまんまパソコンに取り込んでさってもうペンタブで書き上げるという形ですね今は。あ、なるほど、はい、じゃあ、はい、あのカツティさんの書き方っていうのはまず紙に書いて、はい、それを取り込んで、はい、で書いていく。そうです。あ、そういうやり方をしてるのか。もう慣れてきたらもうやっぱ時間がやっぱもったいないってなってくるので、どんどんこう自分なりにアレンジしてきて。すごい、うん、でもこういうのがささっと描けるっていうのはすごい、やっぱりね、才能だよね。誰でも描けます。いや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 、すごいと思います。
だってこういうのってやっぱり頭の中にある程度の引き出しがないと全然書けないじゃないですか。はい、まあ、やっぱもうクライアント様々ですね。お仕事やりながらやっぱり覚えていったんで、もう叩かれ叩かれ、怒られ怒られ、けなされ、踏みにいじられで今今日に至るという形ですね、はい、もうちょっとこうやってくださいと、はい、やっぱりどの世界みたいなんですか。そうですね。で、ね、大変だね、大ちゃんね本日なんですけれどもよろしいでしょうか、ね、はい、あのごめんなさい、いつもやってた、はい、あのゲームの代わりにですね、はい、実はダイさんこのね L の面をかぶってるっていうのは、はい、カスティさんにダイさんの似顔絵をこの場でささっと描いてもらおうと思って、はい、こちらで無茶ぶりもいいところでしょあーごめんなさい、落としちゃった。でこちらに、じゃあそうしましたらトゥルッティを描いてください、はい、でどのくらいのじゃあ時間で描いてもらうんです。3分から5分くらい。そんなに、あ、俺ですか、すいません、あなただってここで司会してるでしょ。そうですね、3分くらいで、はい、はい、お願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、もういいですか。いいですよ、はい、すごいなぁ。なんか皆さんにはね、出来上がってからのお楽しみになるんですけれども、そうですね、なんか誰さ、そんな目をつぶらにしてんの、今度すごい目を大きくして大きく描いてもらおうとしてるあ、なるほどあえ、なんかさうん、いるいるこういう人いますね、いるいるこれなんかみんな早く見たいと思うんだよね。なに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 なんでそれおかしいなんかなんであのヌードなんですか。これから着る、あ、これから着るんです。放送できなくなっちゃう確かに、すごいな。へえ。泣いてる泣いてる。写真を撮るんですよね。写真私。あ、そこにサインください。もうぜひともこれをね、アップしたいと思って。こんななんか番組中に写メ撮るって初めてですよ私。さあどんなのが出来上がってるんでしょうね。引いてください。ほんとなんか、うん、ダイさんって感じ。そうですか。カズ T さんのイメージするダイさんってこういう感じですか、はい、いええーよし、はい、撮ったぞ。できましたか、うん、おすごい。それでは、うん、発表していただきましょうはい、どうぞ、はい、あちらはいなんか口がすごいとんがってるんですけど。こんなんじゃないですか。うん、でもそういう感じ。なんか目がなんか突っ込むと、そんなこと言ったって僕それ言ってるよ。ねねね、純子さんが言ってるよ。言ってないですか。言ってる。でしょ。でしょ。すごいなと思った。うん、今まあそんな感じかなと思って普段は。僕がそんなこと言ってないジュグ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 ジュちょっと私一人ですごいいい。や本当にどこで見てんの。いやすごいね。ダイさん今なんかどうしていいのか分かんなくなっちゃったでしょ。いやいやすごい。うん、その通りです。僕がこうやろうって言ったのにジュグ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 っていう風に見えたので、うん、はい、そういう感じかもね。そうですか。うん、今ちょっと俺睨んだやろ。え、これ一回消しますね。あ、一回消しますね。で、はい、早かったので私をもう一枚書いてもらう。あ、マジですか。うん、私どういう風になんだろう。純子さんか。うん、いいよどういう風に書いても。純子さん。ダイさんがねなんか私を書いたらなんかものすごいことになってましたね前ね。え？うん、一回。
いやこの番組じゃなくてですよ。すごいこと、うん、なんか人間みたいな。いやいやそんなことないちゃんとした人間です。え、似てる、似てる、人間でしたって誰なんか過去形今私人間じゃないの。違う違うあなんかすごい可愛くなんか今すごい口とんがらせましたよ今。なんか可愛くなったなんで俺がこういうのジンクスをその風にちゃんと書こうとしてるいや思って俺だってその風にグル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 面白いカズさん。あーそうかもっていうか初めてかもこんな風に書いてもらったの私。え、はい、可愛くしてもらっちゃったのすごい。なんかダイさんとは全然違いますよほらまた口尖ってちゃう口尖ってなんで僕の時にすごい口尖ってたこれ高く売る売るの、うん、いや、これを秘蔵にしてなんかちょっと違くなってきてだん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 はい、できましたこれ、ちょっとなんか角生えてるけどなんか角生えてるけど、でも最後の最後で裏切りましたね、うん、裏切ったのかな。いえ、あの、大ちゃんの心の声が聞こえてる心の声、そんなことないですよ裏切れって、ね、純子さんそんなんじゃないでもこれ尻尾まであるんですよちゃんと、うん、ほらね、すごい可愛い、ありがとうございます。いえすごい嬉しい、こんな可愛く描いてもらって、いい、もうこんな、もうちょっとちゃんと描ければよかったのに、はい、すごいな。でもこういうのが描けるっていうのがすごいです、ささっと。いい、うん、なんかこれをでもね、なんかあのさっきのオリジナルグッズとかに、はい、ぺったんと写真とか送って、はい、似顔絵描いてもらってで貼って販売してもらうというね、はい、そうです、すごいですよ ね、はい、うん、もう皆さんぜひぜひぜひもうご依頼ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私たちもね、あのピュアウィングスレーベルの方でもちょっとカズティさんにあのねちょっとお願いしてみようかなって思うことがちょっとあったりとかするので、あれま、なんかこのロリコンどもめって誰が書いたんだこれえ、何これ押し、あ、 NG、 わかりました。ちょっとこれ多分ね前のパルルルルなんか、うん、こういうことですね。書いちゃダメよ。俺じゃない見てないうちに楽がいい。じゃあそうしましたらお茶目が過ぎるでは、はい、さて、はい、ここから、うん、ゲームコーナーをカズさんとしたいと思います、はい、イエーイ、はいはい、このコーナーは何も見ずに、うん、お題のキャラクターの顔を描いていただきます、はいはい、まず最初のお題は、うん、機動戦士ガンダム00刹那 F 星影です。刹那 F 星影、はい、機動戦士ガンダム自体が分かる刹那制限時間は1分です、はい、それでは用意スタート。あのヒント、刹那さんって人間、はい、人間あ、人間なの。俺がガンダムだって言ってる人。あ、俺がガンダムだって言ってる人。そうですよ。分かんないけど、私もなんか俺がガンダムだっていうぐらいの顔してるってことなんでしょ。え、違うの。ガンダムじゃないですよ。え、やばい、私それで書いてる。あと30秒。あと20秒。もう分かんないので10、9、8、7、6、5、4みんな静かだな。2、1、終了ちょっとどうしよう、本当に分かんないんですけど私、まずは純子さんから。本当ちょっとごめんなさい、私本当に分かんないですよ、もう本当ごめんなさいなんかすいません、お客さんクスクス笑いよりもギャハハって笑ってもらった方が私ちょっと救われるんですけど違う、だって
だってさ、なんかマジンガー Z とガンダムが一緒にない。私ガンダム自体わかんないんだよね。それじゃあ自分の説明をしてよ。ちょっと、え？俺がガンダムの。え、誰それ？説明して。え、そういう顔してんの？全然違う。え、全然違うんでしょ？いや、あんまり覚えてるけど、書けない。あ、そうなんだ。うん、最後にカズさんの切ない不正を見てみましょう。違くない？これさっき出てこなかったこの人。僕じゃね、僕が切ないって言ってるんですよ。オルガガンダムなんですよ。オルガガンダムなんですよ。なんか第三の違いみたいな。そんなこと言ったってオルガガンダムなんですよ。オルガガンダムなんですよ。じゃあそしたらさあ、判定をしていた、うん、あ、古代を見せた。え、正解、正解が出てきました。お、全然違うじゃん、私。なんかこれまず、純子さんの切ない不正が似てたと思った方、拍手お願いします。ごめんなさい、なんかこの切なさんファンの人。切ないですね。俺はこの切ない不正が似てたと思った方、拍手お願いします。ダイソンの似てんじゃない、これ。あ、似てる、ありがとうございます。最後に、うん、何ですかこれ。バッハ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 ッジョジョ、何の時あの技、シルバーチャリオ。みんなわかんない。あのストリートファイター2って知ってます？ストファイはわかるけどのガイルみたいな。え、ガイルってなんだ。あの金髪の人です。そうです。あ、シュルシュルシュルってこう飛ばす人。そうそうそう、これをソニックブームってやる。そうそうそう。私どうしよう、ついていけない、どうしよう、やばいぞ、頑張る。よし、次。次これかわいいな。次のお題はグラハムエーカーです。グラハムエーカー、グラハムエーカー、はい。グラハムエーカー、どうぞ。大ちゃんどうぞ。グラハムエーカーって人間？あ、人間です。すいません。はい、制限時間1分です。うん、よーし、スタート。人間。はい。グラハムエーカーね。どうやったんですか？もうだってわかんないんだもん。これ30秒です。やばいよ。俺がグラハムエーカーだったの。7、6、言わない。5、4、3、2、1、終了。はい、はい、まずは純子さんどうぞ。もうなんで私を一番最初にするか、ごめんなさい、もう全然私分かんなくて。ごめんなさい。グラハムエーカーとしか分かんなくなった。すいません。すげえ、イケてる。イケてる。ほんと、もうだって分かんないんだもん。まさしく愛だ。え、なんだその、なんか尖ったね。違いますか。そんな感じ。何、あの、なんで猫目なの。なんか猫目しか描けないんです。目ってさ、オムライスみたいなのですね。なんかイケてないビジュアル系みたいな、ね、残念なビジュアル系。そうそう、残念なビジュアル。さて、カズさんの見ていきましょう。まさしく愛だぞ。全部大差になってんだ。おかしい。僕は愛を語るんだよ。これも可愛いな。あ、壊しちゃった。じゃあ答えを見ていきましょう。うん、あれ、あ、仮面をかぶってない。ちょっと似てるかも。これ全然似てないけど。
それ違うよ、なんかどう見たって違うような気がする。なんか負けたような気がしてこっちの方が似てるような気がする。負けてきたような気がする。それじゃあ純子さんのグラハムが似てたと思った方拍手。あー、全部そう。ありがとうございます。これが似てたと思った方拍手。はい、ないカズさんのが似てたと思った方拍手。おー、決まった。ありがとうございます。ということは勝者は純子さんです。このまさしく間の間がさ、なんか横棒3本あるんだよ、ダサくひらがなも書けないやばいじゃん。じゃあありがとうございます。私が勝者ということで、はい、はい、ではもう一つ用意すればよかったんですけど。うんうん、何を、お題を。お題を、はいはい。この絵腹立ってきた。もう一つっていうのはね、難しいのでね。ああ、そうです、時間的に、うん、もうね、今からも、ね、それでは勝者は2人です。はい、ありがとうございます。イエーイイエーイ。はい、それでは、はい、カズ T さんにプレゼントをお渡しください、うん、はい、では俺もそういたしましたら、はい、本日のプレゼントは、はい、まず前回の方は、はい、アートをね、描いてらっしゃって、非実在美人画像っていう、はい、絵を描いてらっしゃるんですよ。ものすごく綺麗な絵を、女の子の絵を描いてるんですけれども、実際にモデルさんとかもいらっしゃるんですが、モデルのいないバージョンっていうのもあって、やはりカズ T さんと同じような形でコンピューター使ってね、変えてる。で、ビジュアル系の、バンドじゃないね、ソロをやってます。はい、月曜日ですね、上野のキャンディハウスの方で私たちと一緒にライブをやります。はい、宮城さん、宮城さんの DVD です。はい、ありがとうございます。絵も全部入ってます。ありがとうございます。映像も自分でなんか全部作ってるのかな。すげえな、はい、凝ってるな。で、リキッドクリスタルの方からなんですけれども、はいはい、本日ちょっとね、私ちょっとね、何個持ってんだよっていうのを聞きます。絵を描いてらっしゃる方なので、やっぱり額がいいかなと思って額を持ってきました。はい、で本日、まあ、勝者ということなので、こちらの方をお渡しさせていただきます。ぜひ使ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。で、私が勝つとお客さんにあげるんですよ、プレゼントで。カズさんのプレゼントをご紹介いただければなと思うんですが、はい、はい、先ほど私、はい、あ、いいですか、開けちゃった。あ、はい、全然、一つは、四角い箱、はい、白いやつ、はい、もう一つも四角い箱、はい、ブルー、はい、ブルー。どちらが来週の方への、来週の方のはどうしようかな。来週の方のは、じゃあお客さんにどっちがいい、どっちがいい、右、こっちがいい。じゃあこっちが来週の方、はい、はい、じゃあこちらは来週の、来週というか次回の方、はい、あ、そうですか、はい、いえいえいえ、ではいいですか。あ、はい、全然、じゃん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 、ジャン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 、そこでトゥルッとやった。もう同じこと考えてる。そう、トゥルッとって言ってほしかったな。あ、トゥルッとか、あー、ほら、いいですね。ちょっとこれ中開けちゃった方がいいのかな。でも出しちゃうとあれかな、汚くなっちゃうかな。すごい可愛い。あ、ダメだ、出せないです。もうきっちり包装してあって、こっちとこっちに絵が描いてあるんですけども、さくらんぼちゃんなんですよ。で、裏も表も絵が違うの。あ、これかわいいね。はい、先ほど の, オリジナルグッズのマグカップですね。例えばここに、なんていうのかな、ハッピーバースデーとか入れてもらうことも可能なの。そうですね、別途ちょっと、ご連絡いただければ全然描きます。この、はい、これは、今現在パソコンに入ってる絵じゃないですか、はい、それで、ここにハッピーバースデー、例えば、台とか入れると、はい、またちょっと料金的には違くなるけれども、入れることは可能かな。そうですね、全然、はい、全然可能です、はい、で、このだってさくらんぼちゃんの顔を、例えばそのプレゼントしたい人のね、相手の顔にしたっていいしね。素晴らしいです、何素晴らしいですどこの人よじゃあこれを
ました。ちゃんと心から言ってる。素晴らしいです。これを本日のじゃあお客様に差し上げたいと思うんですが、ね、はい、どうしましょうか。ね、じゃあ指名していただいて。じゃあもう忍ちゃん。あもう。あげる。かわいい、すごいかわいいね。今ちょびちょびっとね、頭のここだけが映ったし、すごいかわいいね、女の子なんですよ。で、もう一人の方にはですね、リキッドクリスタルの方から、これリキッドクリスタルの前のものなんですけれども、3人のユニットの時があったんです。その時に出したあの CD です。では第3の、はい、はい、お渡ししてください。あの1曲なんですけれども、全部ぜひ聞いてください。説明してよ。全部リミックスが違うタイプのものが入ってます。え、ぜひ聞いて。リミックスアルバムですね。うん、今私言った。ごめんなさい。私が今言ったから。すいません。はい、ではカスティさんの方に、はい、リキッドクリスタルからもう一つあるっていうことなんですけれども、はい、ファーストミニアルバムを、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。もうこちらもあの結構もうここでももう何回も流れてる曲も、はい、入ってますので、はい、ぜひ聴いてください。はい、ありがとうございます。はい、ではそういたしましたら、はい、あのカツティさんというのは、はい、あの今後何か告知をするようなこと、こういうのに乗りますとかいうのはありますでしょうか。いや特に特にないんですね。でも頑張ります。いや今まで通りにネットの方でも、はい、あの販売もしていくし、はい、あとはいろいろな雑誌等に掲載された時には、はい、やっぱりブログにこう、そうですね、でも内緒ってこともある。そうです、内緒がほとんどですね。はい、なんで発表できるものは発表させていただいてるんですけれどもね。あ、はい、そうなんだ。はい、じゃあそうです、はい、こういうところに例えば僕のイラスト載ってますとかっていうのってちょっと NG だったりする場合もありますし、発表できる時もありますし。はい、わかりました、はい、でもね、猫の諸経の CD ね、はいはい、出ますので、はいはい、その時にはまた大々的にカズティさんの名前が全国的にね、はい、知れ渡るということで。ではリキッドクリスタルから、はいはい、ピュアウィングスレーベルからの告知をお願いいたします。はい、新宿ワイズにてピュアウィングスレーベル主催のライブがあります、うん、11月25日藤田瑠璃、12月2日石黒さん、うん、食べ放題飲み放題だけの料金でライブが見れます、うん、男性3380円、うん、女性3080円です、うん、食べ放題です。はい、はい、11月22日月曜日と12月15日水曜日、上野キャンディーハウスにてピュアウィングスレーベル主催のライブがあります。参加者募集中です、まだ、うん、はい、そうです。11月22日はリキッドクリスタル宮府さんも出ます、うん、はい、はい、11月なんで止まってんの。自分で書いてる。ちょっと字が読めなくて。自分で書いたんだよ、だってこれ。11月8日月曜日、ついに、ついにリキッドクリスタルの CD が出ました、うん、はい、また、はい、セカンドミニアルバムのピュアウィングスです、うん、みんな買って、どうぞ見せてください。はい、こちらです。うん、これあ通天閣のね、今かかってるのね、はい、これはね、大阪の通天閣のコンサートの時に新世界でね、中島先生がやるっていうので、私たちの方もで速攻で作曲して作詞して出したこの曲ですね、はい、全部大阪弁で、はい、ぜひ皆さん聴いてください。1枚2000円です、はい、インターネットでも販売してますし、はい、ライブでも、はい、大丈夫ですし、今この場でも大丈夫です。2000円になります。はい、ぜひ買ってください。トゥルッテ、はい、で、はい、あと、はい、12月4日土曜日のアキバ .tv ピュアウィングスの出演者を募集してます。うん、そうです。ここね、ここ。今言ってんの。今言ってる。詳細はリキッドクリスタルのミクシーまたはマイスペースまで。そうなんですよ、一言橋でね、はい、うん、もうそちらの方は決まってるんですけれども、もう次回のね4日の方がねなかなか決まんなくって、はい、来年の方も決まってるのにね。なんでかね、4日はね皆さん忙しいみたいなんですよね。はい、URL は URL は
http://jp.myspace.com/ からリキッドクリスタルを検索してください。はい、以上です。で、ワイズさんの方、新宿と海浜幕張でやってますワイズさんの方なんですけれども、あの押田純子のチラシを、ね、作ってくださいました。前回粗相で出演させていただいた時になぜか忘年会のお仕事をいただいてしまって歌っていたらあのぜひとも忘年会で歌ってくださいって言われたので、あの12月中頃に行ってきます。あと12月の、中頃に、フィリピン大使館の、商工会議所のトップの方のバースデーパーティーがあります。そちらの方に、私参加して曲を歌わせていただきますので、皆さん、あのなんかねユーストリーム配信するらしいね。あ、本当ですか。うん、あのみんな見てねログ残すかどうか分かんないんだけれども、そのあたりはちょっと聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。で、キャンディハウスの方は、はい、ミュージックチャージが1000円です、はい、あのすごく雰囲気のいいお店ですので皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ではダイさんの方からカツティさんにご質問があるということなんですけれども、はい、何何何行ってみたい国ってありますか。ない日本万歳日本万歳日本万歳。あの初京さんとの出会いを詳しく教えてください、うん、詳しく。キモくないストーカー。何その馴れ初めを、2人の馴れ初めをあの結婚式のあのなんか面倒くさいよ、なんかどっかの漢字の親父みたいな質問そえ、じゃあ国内ならどこがいいですか。国内本当特に、あのこれっていうのはないんですけど、やっぱ日本、まあザ日本みたいなところがいいですね。やっぱり、あの京都とか奈良だったとか、そういったもう雰囲気があるところがいいですね。やっぱ私と同じかも。結構私日光好きだったりするし、ああいうなんか日本みたいな。はい。であと今なんか知りま、あのわかんないですけど、あのろくろやりたいんですよね。ああ。陶芸的なもの。あれちょっとやってみたいなって思うんですけども。あれってでもなんかすごい。こう神経を集中させてこう作ったりとかするからものすごくいいですよね、はい、土いじって、うんうんうん、難しかったですよ。あ、やったの？あの高校の時になんか陶芸みたいなのをやっててました。やっててましたって何みたいなものを、みたいなみたいなもの、あの紙粘土とかじゃなくて。いや違う違う、ちゃんと回します。あ、ほんとぐる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 、はい、回して、はい、すごい今難しかった。こうやってこうやって回すよ。ウィーってウィーってこれウィーってやったの。あ、自宅でもなんかできるキットがあるんだって。それってオーブンで焼くのかな。おー、オーブンで焼くらしいですよ。へー、買ってだいさん。え、いくらですか。2000円くらいかな。1500円なら買います。え、ほんと。うん、1500円。もうカズさんと一緒にじゃあ私とカズさんの分2つ分食べる。え、なんで2つなの。え、だって私とカズさん2つ。あ、そうだったね。うん、いや、それだったら750円かな。なんで何あの、オールで1500円なの。そう。ああ、そうなんだ。大ちゃん、計算っていうこと知ってる。ちゃんとした計算ってわかる。いや、あんまわかんないっす。あんまわかんない。ああ、そうなんだ。じゃあ、そういう陶芸をやって、はい、あの、なんか、薬あるじゃないですか。そうですね。はい、あれがね、薬を塗ってこうどんな色が出るかわかんないじゃないですか。それもいいですし、で出来上がりがもう良ければもういいですし、また失敗したら失敗したで、それもなんかそれはそれでいいじゃないですか。こんなものって言われるんですか。もう落ちよ、なんで先に言うの。さすが大さん、全部持ってく。もうろくろでね、でもぐる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 こうやってやって、そういう動かしてやって、はい、おー、そういう先読みなことを、あの L って僕は L だって言いたいの、はい、こう言うからこんな風になって多分こう言うだろうって思ったの。いや、勘です実は。なんかそれをそうやって言うんじゃないの、先読みって勘って。そうですね。ろくろクラブで密林で3919円。密林って何ですか。密林、いっぱい木が茂ってるんですか。うん、それ密林。密林っていうなんかメーカーかな。なるほどなるほど。なんかじーっと見ちゃった。愛し合う二人も。そう、実はね、スタッフさんとね、
アマゾン、おお、ああなるほど、密林アマゾン、なるほど、ちょっともう使わせてもらおうっとあまだあの日本に来てまだ私どれぐらいまだ1年経ってないね、なるほど私ね、送料がただなんですよね、うん、今ただになりましたよね、うん、なんですね。でも全然そのなんかあのなんかすごいスタッフさん受けてなあのなんていうんだろう、パソコンの中の絵とこのなんていうのかな、こういうね手でやるものって全く違うじゃないですか。なんでそんなアナログのものをこれやりたいと思う。っていうかまあそうですね。ただ単にまあ興味が、やっぱ伝統芸能ってずっと続いてきてるものじゃないですか、うんうんうん、そういうものってやっぱずっとやってて、やっぱ昔の人はすごいなって。なんかね、はい、私の知り合いでかんざし職人っていうのがいますよ。かんざし、はい、一本何シュッてやってるんですか。シュッて違うってあの、はい、作る方ね。で舞妓さんのって一つ、はい、なんかすごく高くて100万くらいしたりするんですよ。やっぱ職人が作るからですか。多分材料も全然違うんだけど、別工とかああいうので作ってるんだと思うんだけど、あのねものすごくこう神経を集中してこうね一個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 こう手作業で彫ったりとかなんかつけたりとかするから大変みたいですね。うん、でなる人もすごく少ないから、うん、なんか大募集してるみたいですよ。大募集ですか。うん、大ちゃん何やりたいか。大ちゃん何やりたいか。うん、音楽です。やってるね。すいません。いやへえって思った。そうなんだ。ダイさんって音楽やんだみたいな。実はみたいな。実はそうなんです。こんなメガネしといて音楽やるんだって。おかしい。音楽するときメガネ外しますよ。あ、そうなの？やるそうです。なんだ、私そうなのかと思っちゃった。ダイさんでもねこういう風になんかボケボケしてるんですけどね、シンセ弾くと人が変わるんですよ。なんでこここうやって垂れ下がってそうすごい動きが激しくなる。へー、うん、まあ、一回来てくださればです。何その片言の日本語一回来てくだされば出かける時はみたいな忘れずにみたいなおかしい。ダイさんね、本当にもうすごいなんかもうなんか人が変わってしまうので、だからねちょっと皆さん見に来ていただけるとなんかみんなすごいびっくりしますよね。これがダイさんみたいな、うん、そんなびっくりされてもねされてもねって、だってあの動きしてるダイさんだよ、うん、みんなこうやって真似してんね。そうそう、これってね、こうやってねウィーンってやってるの。そう、ウィーンってやってるの。俺は小室哲哉みたいにやってるのそれはダメですか。俺は小室哲哉ジョイジョイってやってるの。ジョイジョイ、あ、ダメです。あ、ダメです。どうしようかと思った。これはやばいと思った。もう危ないですよ。何乗せてるんですか。ダイさん大好きなんだよね、小室さんね。あ、やっぱり、うん、そう、あ、そうなの。なんでなんで止まったんだろう。Goodbye and die。 ダメです。やばい。おー、しめてください。あー、もうちょっと汗が出てくるかと。ねえ、なんかもう今回の放送は流せるのかどうか。え、流せる、もう流しちゃってるし。もうここまでで止まってればね、まだまだ大丈夫ね。そうですね。あー、ドキドキした。もうトゥルッというの歌作って。トゥルッテゥルッテ短っ。うん、トゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルみたいな。おお、いいね。トゥトゥトゥルトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥ、はい。すいません、歌下手なんです。そう、ものすごい音痴なんです、実は。で、みんなでこう、お客さんから回して、あ、でも残り1分になっちゃった。じゃあ無理だ。残念。はい、もうなんかね、いろんなね、はい、なんか今日も本当面白かった私。なんかダイさんのその頭も面白かったし、なんかカズティさんすごいなんか明るくて、うん、大好き。やった。もうすごい面白かったです。はい。はい、なんかさてさて、今後ね、そう、あ、もうさてさてになったね。さてさて。あ、はい、わかりました。今夜も、うん、エンディングのお時間です。うん、
はい、なんかそういう喋り方したらなんとか似てって言われたんだよ。誰、それいいよそれ。じゃあ、あの今夜出演したご感想をさらっと。感想ですか。さらっとさらっと。いえ、楽しかったです。ありがとうございます。はい。はい、とりあえず大ちゃんのキャラは少し壊せたかな。確かに。目標達成できたかな。そうですね。はい。はい、ではそれでは。本日のお相手はリキッドクリスタルの押田純子とリキッドクリスタルの大東、はい、カズティでした、はい、ではそれでは12月4日のゲスト待っております、はい、では次回までバイバイ。メリークリスマス。おお早い。